皆さんこんにちは。好きなものは陸軍、嫌いなものは海軍。ゆっくり霊夢だよ。好きなものは海軍、嫌いなものは陸軍。ゆっくりマリサだぜ。さて、ということで、皆さんお待たせしました。早速だけど、予告通り、今回のお題はこちら、ダーダネルス海峡攻防戦、だよ。あれ、ガリポリについてやるんじゃなかったのか。まあそうなんだけど、長いから前半と後半に分けるよ。前半は、作戦諸事情と、海軍力のみによる海峡突破作戦だよ。ここについては、海軍さん手伝ってもらうよ。わかったのぜ。じゃあまず、第一次世界大戦とオスマン帝国について、軽く説明するところから入ろうと思うよ。というのも、多分日本人のほとんどは、第一次世界大戦にオスマン帝国が参戦したことも、オスマン帝国が1922年まで存在していたことも知らないと思うからね。そもそも一次大戦は日本人には馴染みがないのぜ。うん。オスマン帝国といえば、16世紀に最盛期を迎えた古い帝国で、世界史に出てくる昔の国、ってイメージだよね。ちなみにこの地図が、オスマン帝国の最大領土だよ。でけえ。うん。地中海世界の支配者の感があるね。それどころか、バルカン半島を全部制覇して、ウィーンにまで迫る勢いだからね。それが、1914年には、こんなになってしまうんだ。アフリカの領土全部なくなっとるやん。さらに、ウィーン手前まであった領土は、すべてオーストリア・ハンガリーに飲み込まれ、バルカン半島では、セルビアをはじめとするバルカン同盟に領土を食い尽くされたよ。右上では、強大なロシアが常に領土的野心を燃やし、アフリカはすでにイギリス、フランス、イタリアに奪い取られたんだ。これが欧州の病人、オスマン帝国の姿だよ。そして、首都はアンカラではなくイスタンブール。またの名をコンスタンティノープルというよ。見てわかる通り、このイスタンブールは、黒海と地中海をつなぐ場所に位置するんだ。このことが、ガリポリの戦いに関して非常に重要なことになるから、頭に置いておいてね。さて、そんなオスマン帝国という瀕死の病人に、時代は最後の戦いを課すんだ。それこそが第一次世界大戦だよ。もともとオスマン帝国としては、国力の衰退と軍事力の虚弱さから、できるだけ参戦したくない、という考えがあったんだ。また、協商国と中央同盟国、どちらに参戦するか、という問題もあったんだ。結論として、オスマン帝国は中央同盟国側に参戦したんだけど、これにはいくつか理由が挙げられるよ。一つ目は、協商国には、恨み深きロシア帝国が属していたことだよ。そして二つ目は、イギリスに発注していたちょうど9戦艦2隻が、無断で接収されてしまったことだよ。この戦艦は、オスマン臣民の多額の寄付金を元にして発注されたものだったんだ。イギリスの行為にオスマン世論は怒り狂ったよ。当たり前だね。ほぼ詐欺じゃ。ちなみに、この接収を決定したのは、ガリポリの戦いによって失脚することになった、チャーチルだったんだ。皮肉だね。ちょうど、このタイミングでドイツの巡洋戦艦と、軽巡の2隻が中立のオスマン帝国に逃げ込んできたんだ。あれ、オスマン帝国ってまだ中立なんだよね。かくまうのはまずくない。うん。そこで、この2隻をオスマン帝国海軍所属艦にしてしまったんだ。これで文句ねえよな。ちなみに、乗組員はドイツ兵のままです。ただ、このことがオスマン帝国参戦の理由ともなったよ。ドイツから来る、再三の参戦要請をひらひら避けてたオスマン帝国だったけど、1914年10月29日、オスマン海軍所属になったドイツ軍艦2隻と、その艦隊はまだ中立国だったにもかかわらずロシア領土に攻撃を仕掛けたよ。は？これによってオスマン帝国は、中央同盟国として参戦することが決定したんだ。さて、オスマン帝国の参戦が決定した後、イギリス軍ではオスマン帝国の首都、イスタンブールの征服計画が持ち上がっていたよ。随分大胆だな。それだけ、オスマン帝国というのは弱い存在だと認識されていたんだね。まあ、実際戦争は負け続きだし、それと、この大胆な作戦の裏には、膠着した西部戦線が重くのしかかっていたんだ。西部戦線、うん。1914年9月以降、シュリーフェンプランの失敗と塹壕戦の構築によって、
西部戦線は膠着状態に陥ったよ。この膠着は、甚大な人的損害と、多大な物資弾薬の消費という形で、イギリスに大きなプレッシャーを与えたんだ。そんな中で、オスマン帝国はドイツに比べて明らかに軍事的脆弱があり、早急な戦果を出せる、と期待されたんだ。つまり、イスタンブール征服という大きな戦果そのものに、ある種のプロパガンダ的意味を求めたんだね。また、黒海と地中海の連絡ができれば、ロシア・イギリス間での海路が開けるんだ。これらの理由から、イギリス軍はイスタンブールへ軍を向けたんだ。さて、この地図を見てほしい。地中海側から、黒海に抜ける、もしくはイスタンブールへ達するには、まずダーダネルス海峡を抜けなければならないんだ。そのため、イギリスでは、このダーダネルス海峡を海上戦力のみで突破することにしたよ。その海峡、武装はどうなんだぜ。ゴリゴリに要塞化されてるよ。え？無理じゃね？うん。そもそも要塞と海上間での砲撃戦って、基本海上側不利だもんね。ちなみにこれが当時の海峡の地図だよ。防戦が嫌いの布設位置、星が要塞化。これだけ見ると、かなり要塞化されてるように見えるのぜ。あと、魚雷発射艦も地上に設置されていたらしいよ。無理、というか、なんで地上戦力投入しないのぜ。それはね、やっぱり西部戦線の影響があったからじゃないかな。イギリスとしては、地上戦力の投入はなるべく避けたかったんだね。それに、もしも要塞が強固で、突破が難しそうであれば砲撃を中止して撤退すれば、イギリス軍は何も困らない。っていうような論調もあったそうだよ。まあ、この後中東戦線では、イギリスの敗北はイスラム世界の放棄やジハードを助長するとして、容易に撤退できなくなったんだけど、そういうわけで、チャーチルの強い意志と、キッチナーの承認に基づき、ダーダネルス海峡海上突破作戦は開始されたんだ。この決定にフランス軍は賛成、同軍の艦艇を協力させることに同意したよ。また、ロシア軍は、もしイギリス軍がマルマラ海へ達したならば、黒海艦隊をボスポラス海峡へ差し向ける、と約束したよ。その上、この段階で早くも、オスマン帝国を切り分ける密約が、英仏梅雨の間で交わされたよ。随分気が早いのぜ。まあ、実際にはオスマン軍は彼らが思っていたほど簡単な相手ではなく、このような切り分け密約が、戦後中東の騒乱をもたらしたわけだね。また、海峡突破後に占領や地上戦を行うために、数万人規模の地上戦力が集結しつつあったよ。このように、作戦が大規模になったことから、すでにキッチナーの言う、撤退の容易な作戦、ではなくなりつつあったんだ。しかもこの作戦では新旧合わせて14隻の戦艦を投入したよ。すごい多いな。もっとも、そのほとんどは旧式だったんだけど、クイーンエリザベスのように、ちょうど旧戦艦も含まれているよ。その他、巡洋艦や駆逐艦、掃海艇など、総勢70隻の艦隊が、ダーダネルス海峡近くの前進基地、リムノス島に集結したよ。こうして、1915年2月19日、艦隊は攻撃を開始したよ。艦隊は手始めに、海峡の入り口、クムカレにあった要塞に砲撃を開始したんだ。この時、イギリス軍はアウトレンジで砲撃することができたよ。当たるとは言ってない。その通り、遠距離からの砲撃では、大きな損害をもたらせなかったんだ。ついでに、ちょうどここで天候が悪化。イギリス軍は数日後に再攻撃を仕掛けたよ。幸先悪いのぜ。今度は、艦隊は接近して砲撃を行い、要塞を破壊。陸戦隊が上陸して施設を破壊したよ。これと並行して掃海艇が前進。地図を見ればわかるけど、ここには嫌いがないことから、艦隊は無事にダーダネルス海峡内部への侵入を果たしたのぜ。しかし、ここに来て艦隊は両岸から砲撃にさらされたよ。海峡の両岸には、移動式の大砲が配備されていて、海上からは狙えない位置から砲撃をしてきたんだ。特に厄介だったのがドイツ式の榴弾砲で、これは発砲しても位置が見えず、艦隊が砲撃すると陣地変換を行って別の陣地から砲撃を加えてくる、という非常に厄介なやつだったんだ。この砲撃は、軍艦の装甲を抜けなくても、甲板にいる人員に死傷者を発生させたよ。また、
この猛烈な砲撃によって掃海艇には被害が続出し、掃海作業は進まなかったよ。掃海が進まなければ艦隊が接近して陸上砲を叩くこともできないのぜ。まるで塹壕戦だね。夜間に掃海艇が前進すると、オスマン軍のサーチライトが海上を照らし、前進する掃海艇は片っ端から吹き飛ばされたよ。また、この掃海隊の士気も低く、作業は全く進まなかったんだ。結局、3月13日頃、ようやく掃海は完了したよ。日本軍ならその日のうちに、掃海艇が全滅するまで掃海するのぜ。こうして3月18日、開かれた突撃路に、艦隊が突っ込むことになるよ。この戦闘では、艦隊がほとんど一方的に殴り回ったのぜ。何しろ射程外だし、射程に入っても走行抜けないからね。でも、この日はオスマン軍に月があったよ。戦闘が一段落して、戦闘を走っていたフランス艦隊は交代を命じられ、方向転換したよ。この時、フランス戦艦ブーエ号が触雷に2分足らずで転覆沈没したよ。ものすごい速さで沈んだため、乗員700名のうち、生存者はたったの60名に過ぎなかったんだ。あれ、でも掃海したんじゃ？うん。オスマン軍は、掃海作業後に、ここに新たに機雷を敷設していたんだ。強い。イギリス軍はこの機雷について一切知らなかったため、度肝を抜かれたよ。さらにこの後、イギリス戦艦インフレキシブルが同じ場所で触雷、ついでイレジスティブルも触雷、機関を破壊されて漂流し始めたよ。さらに、イレジスティブルを曳航しようとして近づいた戦艦オーシャンも触雷、その後沈没したよ。これで勢いを得たオスマン軍砲兵は、フランス戦艦シュフランの弾薬庫を撃ち抜き、大損害を強いたよ。さらに頃は豪雨に浸水が発生したよ。このような事態に艦隊は撤退を決定。全艦引き上げたよ。これによって、漂流中のイレジスティブル号はオスマン軍の砲撃にさらされ沈没したよ。ただし、乗員の多くはその前に駆逐艦に救助されていたんだ。この一連の戦いで、連合軍は3隻の戦艦を失い、他に3隻が大損害を受けたのぜ。死者も1000人を超えたんだ。その一方、オスマン軍の損害は200人にも満たなかったんだよね。こうして、イギリス軍は大敗し、陸上戦力の大規模投入へと引きずり込まれるわけだね。ここから先に関しては、次回以降で話したいと思うよ。それはそうと、この戦いでは、ちょっと面白い逸話もあるんだ。面白い逸話、うん。というのも、この戦いには、イギリス軍に撃沈されたオスマン軍艦の砲が引き上げられて、砲撃に参加しているんだ。しかも、兵士の中には元の陸民もいたそうで、まさしく仇を討ったという感じだね。オスマン魂を感じるのぜ。さて、それじゃあそろそろまとめに入りたいと思うよ。この戦いからわかることは、やっぱり要塞を艦砲で攻撃するのは難しいってことと、海峡を海上戦力で突破するのも難しいってことだね。また、オスマン軍はこの戦いの勝利によって、大戦中初の勝利を得たんだ。しかも相手は世界最強のイギリス艦隊だからね。イギリス艦隊到来時には強硬状態にあったイスタンブールは、打って変わって歓喜の声に溢れたよ。その一方で、イギリスは出鼻をくじかれ、引くに引けなくなってしまったんだ。大消耗戦へようこそ。さて、それじゃあ、そろそろおしまいにしたいと思うよ。最後までご視聴ありがとうございました。